はい、どうも、竹の子塾の大久保です。今回はですね、中学校2年で学習する、文系の中ね、英語の文系の中でも、今回この第4文系ね、について説明していきたいと思います。で、この第4文系っていう、文の形ね、どういうふうな動詞を使うかというと、例えば、こういうですね、I give, you have ね、これどんな意味になるかっていうと、私は、ね、あなたに、本をあげます、与えます、ね。次、show はね、見せるっていう動詞で、私は見せます、ね。彼に、その写真を見せます、ね。で、次、teach を教える、ね。them、彼らに教える、ね。English、英語を教えるというふうに、これね、give とか show とか teach ね。これは第四文型の動詞なんですけど、どんな風になってるかっていうと、この、あなたをとかね、彼を全部で彼らをっていう、この人ですね。人とね、こうね、本をとか、写真をとかね、英語をっていう風に、物とか事柄ですね。うん、この、二つをね、それぞれ動詞の後にこの二つの名詞ね、つまり目的語を、並べることができる。こういうふうなね、動詞で書かれた文型のことを第四文型と言いますよ。ここにも書いてるんですけど、この人、ね、人と、物とか事柄の二つの、目的語ですね。目的語って名詞でしたよね。ね、目的語を取ることができる動詞ね。こういう、その動詞、give や show や teach でね、書かれている、文のことを第四文型。だから、第4文型は動詞の後にこうやってね、目的語が2つ並んでますよ、とね。こういうような形になります。で、ただし、順番に注意ですね。先に、こう、人、ね。人、人、人、ね。目的語の順番が重要で、先に人が来て、後にこのね、物とか、物、物、こと、ね。物とかことが来ますよ、ね。この順番に注意しましょう、ね。で、なので、これちょっとね、この文型って何と第1から第3文型のところでも説明したんですけど、主語を S と表して、動詞 V、ね、目的語は O、ね、で、目的語は2つあるので O というふうに、第4文型は記号で表すと S、V、O、O、主語、動詞、目的語、目的語と、ね、いうふうに表せる、ね。この動詞が目的語を2つ取ることができる動詞で書かれている、ね。で、特に、この初めの方に、ね、目的語に人、ね、後の方の目的語に物とか事柄が来るよと、ね、いうのを頭に入れておいてください。いいですかね。で、さらに、さらにね、これで第4文型の話自体はそれで終わりなんですけど、この第4文型を、ここに書いてあるんですけど、第3文型に、書き換えることができます、ね。で、どういうふうにして書き換えれるかっていうと、今ね、人の後に物って持ってくるよって言ったんですけど、それを逆に書いてるね。I give、これだと、物のですね、あぶく、これを先に書く。ね、で、そしたら、ね、あなたにあげるっていう、あなたにをどう表すかというと、こう、to ね、前置詞 to を使って、to you ね、この前置詞の to に人をつけて、あなたに、本をあげますというふうにするとね、そうするとね、主語、動詞、ね、目的語、で、この前置詞がくっついちゃったら、これね、ないならなくてもいい部分になってしまうので、この to you の部分ですね。うん。なので、これは第4文型から第3文型。つまり、第3文型って、主語、動詞、目的語ってね、いうこの形に、書き換えができてるよ。ね。ここの部分は前置詞プラス名詞なんで、なくてもね、文は成立するってね、いう形になってるのでね。で、同じような形でね、じゃあ、今度はこの2番目の文を第3文型に書き換えると、ね、まずこの I show の後にこの the picture ね、こっちの方を先に持っていく。で、そうすると、ね、彼にって言いたいから、さっきと同じように、ね、to を使って to him。
こういうふうに書いてあげるといいですよ。ね。で、これはまあね、なくても、文は成り立つので、ね、この SVO ってね、第三文型に変わってるよ。まあこれも、teach も一緒ですね。先にこのね、English 持ってきて、で、彼らにと言いたいので、to them。で、まあ、ここはね、なくても文が成立するので、これも SVO というね、第三文型に書き換えができているよという形になりますね。なので、このね、第四文型の文を、ね、第三文型の文に書き換えたいなら、このこととかものですね、こっちの目的語を先に書くね。で、人の前に、こう、to をつけてね、前置詞 to をつけてあげると、第四文型を第三文型に、SVOO の文を SVO の文に書き換えれますよ、ということですね。で、まあね、これ、まあ、ここまで分かってればね、基本はいいんですけど、だってできてるんですけど、さらにね、ちょっとこの、メイク、ね、まあ、メイクもね、いろんな文型で使われる動詞なんですけど、第四文型の動詞にもなりますね。これどんな風になってるかと、I make you, breakfast なんで、私はね、あなたに朝ごはん、朝食を作ります。ね。こういうふうな、文になってますよ。ね。で、これをですね、さっきと同じように、この第三文型の文に書き換えることもできる。ね。その場合は、このね、ブレイクファーストね、朝食のを先に持ってきて、I make、ブレイクファーストをね、で、まあ、人、you。で、さっきはここにね、ここの部分にこの to ね、を入れてたんですけど、このメイクの時ね、第四文型のメイクで書かれた文を第三文型に直す時、この人の前につける前置詞っていうのは、to じゃなくて、ちょっと紛らわしいんですけど、for ね、for になりますよ、とね。で、これあとメイク以外にも、あとね、買うっていう意味の、buy ね。誰々に何々を買ってあげるっていう表現もあるんですけど、第4文型で使えるんですけど、この buy とかメイクの時の第4文型を第3文型の文に変える時も、その場合ですね、to じゃなくて、人の前に for をね、つけないといけないよってあるので、まあ、ここまでね、押さえておいてもらうといいかなと思いますね。で、このなんで to と for のね、使い分けがあるかっていうと、to っていうのは、まあ、go to 何々って言ったりするように、こう、矢印ですね。こっちからこっちにって、つまり、私から、まあ、あなたにこう、本が移っていくよとね。これも、私が、ね、彼の方向へ写真を見せますよとね。で、これも、私が、ね、彼らに、このね、英語っていう、教える内容がこう伝わっていくよっていう方向を表すね。一方、このね、朝食を作ってあげるとか、ね、もしくはなんか、何かを買ってあげるっていう時には、この人からね、その誰かになんか物が移るわけじゃなくて、ね、ないものをね、作ってあげたり、ね、この人が持ってないものを作ってあげたり、買ってあげたりするから、この主語の人からね、この目的語の人に何かが移るわけじゃないので、ね、こういう時は、メイクとか、バイのね、第4文型を第3文型に変える時は、to じゃなくて for を使うよ、ね。ということで、to と for のね、使い分けがあるので、そこにあとね、気をつけておいてください。ね。まあ、とにかく基本はね、第4文型は SVO、主語動詞、目的語、ね。目的語は先に人、後に物事、ね。で、第4文型は第3文型に書き換えができるよ、ね。で、give や show や teach はね、先に物やことを持ってきて、事柄を持ってきて、to プラス、人という形ね。で、さらに第4文型には、メイクやバイのパターンもある、ね。で、メイクやバイの第4文型を第3文型に変えるときは、ね、人の前に持ってくるのは2じゃなくて4になるから気をつけましょう、というところですね。ではですね、今回これで終わりたいと思います。どうも、ありがとうございました。